どうもチャップです。今回はドレッドアウトの続きをプレイしていきたいと思います。ということで前回ねここの謎解きする手前で終わってたんで今回謎解きしていきましょう。全員美しいですね今日もね。はーい行きましょう。さあどっから行こうかな。せっかくやからこの高性能なねこの一眼レフの方でやっていきたいと思いますと。どっかに道はあるでしょう。あ、ありましたね、ありましたね。オッケーオッケーオッケー。翼があるし、変な石像が置いてあるぞ。なんなんこれ、お尻プリプリやね、これ。お尻プリプリやで、ほんまに。おー、いうことで、まあ、行きましょう。こんなんしてたら、遅なるからね。そう、ここにろうそくがあるわけですよ、ろうそく。これを火をつけていったらいいんではないんでしょうか。お供えもんや。結構汚いね。この人は何なの？あれ？取れないじゃん。火つけへんぞ。連打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 。連打のわけはない。フラッシュなん？わからぬ。え？あの銅像関係ある？あの、あ、待て。めちゃくちゃひらめいたかもしれん。今ビビビってきた今。今ビビデバビデブってきた。これ、羽がさ、あれ？ヘビも関係ある？羽があるように取ったらいいんじゃん。羽は？羽、羽、羽。意味ねー。え？じゃあこれ？なんなん？ズームなん？このツーショット的なんで楽しむ。めっちゃフラッシュっていうか、とくるやん。あれ？これ意味ないんだ。え？何？こ、これ？え、わかれへん。なんやんこれ？わかれへん。これ食べられたらええんじゃん。頭食べられていったみたいな顔ちゃん、そのなんか苦悶の表情は。ついた？つけへんやん。え、意味ないやん。え、わかん、うわ、びっくりした。なんやおい、アホちゃん。めちゃくちゃびっくりしたし、噛んだし。おい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 。火ついてよかったけど、まあな。あ、火消えた。え？いや、いいんや、いいんや。火ついて取って、あっちに火を輸出したということですね。火の輸出やー、いうことよ。ね。意味わからんけど、彦摩呂さんみたいになってるわ。さあ、行こう。次はどっちかな。そこにレディーが門番してるでしょ。じゃあ、こっちちゃうか？道的に。あと2個ですもんね。さあ、とりあえずここに行きましょう。ん？あ、ここ行けんのこれ。あ、行ける行ける。よかったよかった。敵とかおらんやろな。警戒しとかないとな、ほんまに。すぐ来るからな。で、ろうそくが絶対あるわけですよ。あ、剣？ナイフ？何これ？クリス。神秘的な力を感じる。クリス。クリス・レッドフィールド。クレア・レッドフィールド。ろうそくゲットです。はい、溢れていますと。バイオハザードやん、みたいな感じですよね。うん。ここのお供え物は？何言ってんの？落ち葉やん、絶対。絶対落ち葉やん。あ、これ何これ？これまたあれ納豆入ってるやつやん。これでどついたらいいんちゃう？この、あの、ツルツルの頭。なんでやねん、言うて。ね。フラッシュ耐えといたろ。全く意味わからんことして、違う楽しみ方をしているチャップでございます。ということで、次行きましょう。次は、どこ？でっかいな。こっちめちゃくちゃ見てるやんけ。見やんといてくれ。ここちゃうか？多分ここやと思う。右的に。ん？無理なの？何これ？え、無理やん。なんなんこれ？フラッシュパワー？フラッシュ！おー、冴えてる。枯れていく。フラッシュやばこれ。体に悪いやろ、こんなもん。幽霊どころじゃなくて、ヒューマンにも悪いよ、これ。ね。あ、ろうそくあった。おじぎそうみたいやった。今度のお供え物は？お酒とかかな？はい、これでオッケー。おー！うるさい。あ、枕になった。やばいやばいやばい。やばいやつや。フラッシュフラッシュ。フラッシュ。フラッシュ耐えたら余計怖い。何これ？誰おんの？みんなどこ行ったん？美しい女性たちは？美しいさ、女性にはトゲがあるんやろ？さあ、あの巨人族もどっか行ったやん。めっちゃベチベチなるやん。なになになに？めっちゃベチベチなってるよ。どうしたらいい？あ、何これ？え、でも取るだけちゃうんこれ。ね。ほいほい。あ、なんか腐った腐った腐った。実績のロック。レストインピースやって。ピースの残り？ピースの綾部とか？わけわからん。さあ、これで行こうと思ったけど、こっちに変えていきましょう。そうそうそう。F。そうそう。これじゃないとちょっと暗いからね。これでいけるでしょうというか、お墓やったん。誰かオペラ歌手おるやん。ソプラノ系？テノール系？アルト系？バス系？何？ 4 つぐらいしかわからへんけど。あーあーあー言うてんで。あ、おった巨人族。巨人族、暗くても目立つやん。進撃の巨人やん。リヴァイ兵長呼んできてよ。なんかリヴァイ兵長めちゃくちゃ人気なんでしょう。ね。テレレレッテリヴァイ兵長みたいな。はっはっはっはー言うやつでしょ。最高。バカにしてると思われるわ。さあ、これ、なにこれ。これお色気ショットになるって。いった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 。はーはーはーじゃないんだよ。なに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 ？なんやほんま。
あ、撮ったらいけた。記念撮影したら許してもらえたよ。うわ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 、顔撮れた。裂けるチーズみたいにいくね。うわうわうわ、あ、こいつ一番最初にぶら下がってたやつやん。あ、あんたやったんや、巨人族。確かにでかいもんね。おっと、うるせえな、ヘッドセット。あー、すごい。ロープで繋がれてるってことは何？封印的な？エグゾディアちゃん。封印されし者の右腕とかじゃん、これ。これどうやって倒すん？とりあえず取ったらいいんかな。うわ、なんか虫飛んだぞ。きったね。ウジ虫飛ばすな、ウジ虫を。ウジ虫を飛ばすなって、ウジ虫を。きたない、きたないな。え、なになになに？あ、痛い痛い痛い。手伸びるな。これバイオハザードちゃうか、これ。これ連打してたらいいんか？もしかして。ちょっと待って、ちょっと、わぁ、びっくりした。これ連打現象か、もしかして。あ、そうでもないわ。走って距離を保って、見る。ん？どっか行ったぞ。気をつけろ。来る、急に来るからな。急に来る。おい、なんやなんや、キモ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 い。バッタか、お前らは。おい、バッタか。痛い、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 痛い。待て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 、落ち着け落ち着け。取ったるから。ちょ、立たれへんねん。立たれへんねん、立たれへんねん。ちょ待ってくれ、はめられてる、はめられてる。はめてくんな、はめてくんな。ちょっとずるい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 。もう、ちょっと撮れへんやんか、そんなことされたら。カメラ構えて撮る。はい、全員お疲れ。お、気持ちいい。絶対ストライクやね、今の。ボーリング的に言うと。なんやなんや、お前。顔をプルプルさせるな。え？なんや？これ連打げや、連打げ。ドアップのまま倒してやる。ドアップのまま倒してあげるわ。うわ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 、怖い怖い怖い。急に来んなよ。おい、またあれやろ、どうせばらまいてくんねやろ、その死神みたいな。え、一発で死なんタイプか。一発で死なんタイプやな。ひじきやな、お前。一面とこにおったひじきやな、貴様は。あー、君もおるやん。あー、いっぱいややこい。これ何？ホラゲーっていうか、ほんと戦闘やん、これ。めっちゃ戦うやん。大乱闘スマッシュ幽霊部やん、これ。めちゃくちゃしょうもないやん。何何何何何なんですかいうことで、もう早く倒せるからさ、おとなしくしときやもん。はい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 、レレレレレレ、クリック力が試される。あかん、調子乗った。何やこれ、理不尽なゲームやな、これは。ほんまに、これはほんまにお化けたちがね、元気すぎるんですよ、ほんま。いやー、待て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 、来ないで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 。もうちょっと逃げて距離を取って、はい、倒したろ。はい、お疲れお疲れ。もう記念撮影終わったって、お前夏の思い出はできたやろ。もう許してくれ、頼むから。フラッシュでさ、倒せないよ、これ。あ、無理や。ただ単にライトアップして、映り方綺麗にしたとだけやったわ。そして、なかなか倒れないですね。スタミナが多い。あ、風減ってきたよ。風減ってきたよ。どう？どう？あ、あ、わー、よし、倒した、ひじき。さあ、出てこい。出てこい。進撃の巨人。どこや？あー、お疲れお疲れ。はい、取ったら。めっちゃ取ったる。めっちゃ取ったるわ。目からウジ虫が出てるね、ほんまに。何それ。あ、倒した、連打してたら手取れたぞ、なんか知らんけど。ああ、捕まれた。え、ゲームオーバーな。カメラで倒すんこれ。え、押したで俺 L。 え、今の押さなあかんかったとかやつ、嘘やろ。え、またこれロードバグや、これ多分。あ、逃げた。あ、そうやん、俺今死んだことなってるやん。何何何それ、なんなん、押したのにもっと早押せってことか。あ、フラッシュか。あ、待って待って待って、ちょっと待って、分かれん分かれん分かれん、これ分かれへんよ、これ待って待って待って、これ、ま、待って待って待って、ちょっと待ってちょっと待って、お兄さんや、懐かしのそれ。どうすんねんどうすんねん、これ連打してる、クリックしてるで、クリック、と取ってる取ってる、で取ってんねん取ってんねん、そんな目ん玉に入れんといてくれ、待ってくれ、ほんまに勘弁してくれ、ほんまに。これなんや、これ押し、クリック押したらやられるぞ。ずっと我慢か、これ。我慢か、我慢か、我慢か。あ、我慢したらいけた。我慢したらいけたぞ。待ってくれよ、それ。俺のクリック何回やられたと思ってん、カットしてるけども。ほんまに。喋ってたで、ずっと一人で。どんな気持ちいい、チャップ。寂しい気持ちやわ、俺。ね、ウジ虫ばっかり目から出して。どんだけ体にウジ虫おったん、ほんまに。それで魚釣れんじゃん。ねえ、ブルーギルとか。明るなった、明るなった、明るなった。なんか、すごい立ち方したで、今。なんか、おねしょしたみたいになってるやんか、処理落ちで。ダメ、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 それは。おい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 、美容師系来たぞ、美容師系ダンサー。まだ倒さなあかんのか？どこ行ったん？しつこいなぁ。学校で倒したやん、美容師系。美意識高いんだから、あんたは。待って、どこ行ったん？
怖い。雷、おお、急に急に急に来るね、あなた。雷なったら近くにおるんかな。おるぞ、絶対おるぞ。どっかおる。どこや、ん、フラッシュ、どこや、ん、あ、来た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 。あー、正規座れる。え、なに、はいはい、お疲れさんでございます。どうなんかな、見えへん。こっちのカメラでいいかな、あかんか、これもしかして。でも一眼レフでも見えるしな、よくわかんないんですよね。急に来るからな、急に来る、気をつけろ、キャップ。やつは急に来る、このアナログのスマホで。あー、座れて倒す系、これ。座れて倒す系ですか、あなたは。あ、消えた。あ、これじゃ食らえへんの。あ、取れた。あ、取ったやん。その判定ミスみたいな、ラグみたいな、やめて。フラッシュ、フラッシュで、あと一発もらったら死ぬぞ。チャップ。あ、影、この影を利用して敵の位置をさ把握するのか。そんなわけもないぞ。分かれへんねん、分かれへんねん、分かれへんねん。どっから来るか分かれへんねん、ほんまに。急に来るからな。走っといて、フラッシュ焚いて、すれ違った時を狙うみたいなさ、そういうやつ。すれ違い系お化け、どうなん。あ、おったおった、あかん、正規取られた。これやられたんじゃん、やばい。 To be continue じゃん、これ。大丈夫、強いな、おい。どこ行ったんや、うん、どこ行ったん。まだ来るやろ、どうせ。これ連打しよったらええんちゃうか、多分。連打ゲーだと思うんですよ、これは。違うかった、ドアップで顔見せられた。あ、あれ、ナムさんや。リベンジしようか。さあ、サンズの川渡っていきましょう。どうやって倒すの、あれ。めちゃくちゃ強いじゃん、あれ。ほんまに。勘弁してくれ。まだ正気はない。まだ終わりではない。何そのハリーポッターの蛇子みたいな。まだ終わりではない。まあ、諦めてはないんですよ、僕だって。足しびれたわ。足しびれてもうたかな。そういうあれか、プレイヤーに直接ダメージ与えてくる意識高い系のお化けやったんか、あれは。おいおい、トリートメント何使ってんねん、ほんま。ロード中、しばらくお待ちください。勝機はないって、何？負ける設定なの？もしかして？だけども、そういうやつやったんでしょうかね。あ、負けてよかったんだ。はぁ、スマホなってるやん。こっちでいい、こっちがいい。あ、でも、暗いから、スマホでいいか。よし、これでいこう。えらい夜なんですよね、安定の。で、どこ行くんじゃ、これ。こっちか？右でいいのか？あー、行き止まりか？あ、いけんね、草の中入っていけんね。え、じゃあこっち行ったらいいとは思うんだけれども、だけど、どこまで行ったん？誰かフッフッハッハッハッ言うてるんですよ。ほらほら、おいおいおい、なんやなんや、怖い。近い、お化けおるぞ。背後かね、どこおんねん。あ、おったわ。あれ、倒してよかったん。あ、なんか落ちてる。え、なんかかわいそう。奇妙な墓荒らし事件が頻発している。荒らされた墓のほとんどは赤ん坊のもので、地元警察官はこの事件について多くを語らなかった。この事件は目下捜査中です。現時点では何も分かっておらず、コメントは差し控えます。赤ちゃんの墓荒らすとか、やば、クレイジーやな、おい。かぐや姫おんちゃん、これ竹やから、竹取物語、竹取の翁みたいなね、古文やみたいな感じやで、ほんまに。さあ行こう。さあわけわからんから行きましょう。あ、民家や、民家、民家でもないか。あれ、まだ学校戻ってきたの？違うな。なんか宿舎みたいやけど。何なんでしょうかね。何もいない。じゃあいないんですが。これは、え、泣いてる？誰か泣いたよね、今。誰か泣いたよ、今。これ散らかってるで。これ。何これ、これ何やん、これ。え、本か。あー、視力検査みたいなのもありましたね。でも誰か泣いてたんですよ、絶対。ほらほら、聞こえへん？泣いてると思うんですよ。あ、そうそう、皆さんほら、電池がなくなってきてるって言ってくれてたんですよ、コメントなんでね。ほんまに電池ないわ。切れた。あ、ムービーか。切れたかと思った。全然ない。気づかんかった。泣いてるけど、それは触ったらあかんやろ。汚いで。毛布にくるまって。あれ、でも、普通の女の子や。誰？なになに？か、あー、リンダ。あ、シェリー。シェリーやん。目の色変わってない。こんな色やったっけ？分からへん。イラは？ドニは？ヤヤンと先生は？みんな分からへん。結構落ち着いてるよね。顔が無表情。ジェスチャーいいやん。その人差し指のジェスチャー。それ。ね。ね。
何も思いつかんかったいうことが。あれ隠れてるぞ。誰か来るの？誰ですか？迷子の迷子の幽霊ちゃんですか？ドクドク言ってますね。え、アザバナナもしかして？あ、先生どうしたん？首噛まれたん？どうし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 たん？え、見つけて安心しましたみたいな。メガネどこ行ったん？やばい。千と千尋のメガネ隠しやん。意味わからん。傷は隠れない。心配しないで。結構血出たけど先生。メガネ戻ってきている。大丈夫先生。何があったん？でもイラはあの子は何かに取り憑かれて。あ、イラもやられたん。ゲームオーバー言うてるやん。そう言うたらあかんでくれ。イラとは親友よね。彼女を助けてあなたの言うこと。なんて言って早い自分かい。親友よなって。まあ、頑張るけど私ではとても歯が立たなくて戦ったんや。あの橋に戻るべきだった。全部私のせいよ。先生落ち込まないで。落ち込んでも問題は解決せへん。厳しいこと言う。ごめんな。解決せへん。後悔するんやったらやらん方がよかった。静香先生しっかり。そうでもないけどね。人間後悔して学ばれへんからね。皆さんいっぱい後悔して後悔して後悔して立ち直って頑張っていきましょう。はい、ドニー天国でなんちゃらコーチャーで朝バナナ言うてますわ。字幕早えな。で、いや、イラとヤヤンが無事だといいけど。ヒラはいいかもしれん。ヤヤン無理やろ。先生私がついてますからね。さあ音楽編大丈夫か。これ何、俺はもう行っていいのか。あ、行っていいのか。あ、行けということこれは。あー、じゃあよろしくお願いしますと記念にね撮影をしておきましょう。頑張ってください。私任せてくださいと。これスマホの電池なくなるのはあれかな、進行度を進むにつれて勝手に減っていってるとこかな。イラもあなたには手出ししないはず。でも気をつけて。わかった。ありがとう先生。で、音楽終わったってことは、いや、行かれへんのかい、こっから。どっから行くんじゃい。え、先生。あれ、お、あ、ちょっと待って待って、ロードミス、ロードミス、ここオープンでけへんの。でけへんやん。あれ、ここじゃないの。じゃあ一回外出るんかな、多分。外出ていいけど、どこ行くんだ、こっちか。その迷子の迷子のチャプチャになるんですよね僕は。おるやん。え、先生、おるやん。嘘だろ、すーごい待機してるやん。え、待ってくれてるやん。あ、結構フラッシュすごいよね。めちゃ取っといたろ。え、ここんなとこにおったの、ここんなとこってなっちゃったよ。え、おー、急に走る、急に走る。これぶつかったら吹き飛びますからね、気をつけないとね。すーごいフィジカルの強さやからね、ほんま半端ないな、これは。ボール一回キープしたら離せへんで、ほんまに。フィジカルの強さ一流やからな、クリロナぐらいあるかもしれんね。さあ、そんなね、サッカーのお話はどうでもいいんですよ。行きましょう。あ、止まってくれた。あ、泣いてる、また。あ、おったおった。この幽霊だ。え、怖いんですよね、顔が。ほらほら、取っといてあげよう。あれ、何何、なんかと喋ってる。赤ちゃん、あ、倒した。待ってくれ、これはなんか違うな、倒し方が。フラッシュか。あ、フラッシュで映らんねや。え、どうしたん、喋れる。って言ってるけど喋れる。え、喋れるのこれ。喋られへんわな。え、目つぶる。うわ、怖っ。どうしたんどうしたん。え、顔怖っ。ん、どうしたんどうしたんどうしたん。分かれへん分かれへん。何を訴えてんの。教えて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 、チャップに。いや、はーやけど。え、どこ行った。あ、おるわ。え、何を訴えてるんだいそれは。こっちの、あ、痛い、こっちのカメラってどつかれた。いった、おいおい、消えたぞ。え、戦闘か。あ、戦闘ちゃうわ。未解決の墓荒らし事件の衝撃も冷めやらぬ中、町のあちこちで赤ん坊が行方不明になる事件が報告されている。これら2つの事件にはつながりがあるようだとは村の老人の弁。おじいちゃんが言ってるみたいですね。わかんないってことは母親かな、赤ちゃんを奪われた。ちょっと悲しいお化けですね。あの子は救ってあげたいですね。なんか母親血だらけやったけど。待ちなさいよあなた、ちょっと待ちなさい。ちょっと待ってよお姉さん、お尻ばっかり追いかける。チャップチャップチャッププーいうことでね、そろそろね動画終わらないといけない時間だな。どっか行ったぞ。え、何や、丁寧に靴脱いで入っとるかな、靴下まで脱いとるかな。え、結構しっかりしてるけど、おらんやん。どこ行ったん、靴下脱いで。ここか。アッペン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 できないよーということで、
何の部屋これ、何の意味もないやんこれ、着た意味、靴下だけ綺麗に脱いで、ほんま本当何もないのかな、わかんないですけど、さあ進んでいこうか。裏も何もないんで、この竹林、林道っていうんですか、竹道か、わかんないけど、ここ行きましょう。こっちか、こっち、こっち行き止まりやな。アイテムとかあるか、ないね。よし、じゃあこっち入っていきましょうか。もうちょっとやねんけどさ、あ、皆さん切るタイミングが、おい、おるやんけ、おるやんけ。さっき謎にどつかれたからな。どうやって倒すんや、倒すというか救ってあげるんやとは思うんですけどね。え、急に泣きやんだぞ。あ、また落としてくれた。なんだいなんだいなんだい、次は。あ、フラッシュじゃない、間違えたよ。謎の計らし事件など、住民の多くが怯え不安を抱えている。事件は黒魔術と関係のある不純な儀式だったに違いないと考えられている。残念だけどこの家を出るしかない。赤ん坊をさらう変質者がうろついているっていう噂だから、とスーシーさん26歳は語った。スーシーさんの意見ですか、これは。黒魔術やべえな、誰やねん怪しい変質者って、あのシザーマンちゃん。あ、赤ん坊を渡さないって、もしかしてあの人も悲しい幽霊系、悲しい系幽霊もしかして。え、シースーさん、そのなんかザギンでスーシーみたいな業界用語みたいになってるけど、それ暗いな。ほんでどこ行くんやこれ、ここちゃうんこれ、オープンできへんねん、一生扉閉まってるんですよ。どうしたらいいんや、俺はどうしたらいいんやこれ。うわ、びっくりした。もうちょっと遅れてびっくりしたよ。口から赤ん坊出すな。おーおーおー、うるさいうるさい。そして行けたんだね。で、戦闘じゃないのこれ、赤いもん。いや、もうびっくりしたよ。もう油断してる時に来るからさ。どこ行ったん、あれ、今ので終わりん、え、何よそれ。で、扉開いたんそれ。口から赤ん坊出すなて、ほんまに。怖い怖い。で、どうすんだこれ。迷子なっちゃったな。あ、開いた開いた開いた。あ、開くやんこれ。いや、E ボタン出えへんから開けへんと思った。開くやん開くやん開くやん。めっちゃカットしてると思います。僕めちゃくちゃ喋ってね、うろうろしてたけど、カットしてる。おるやん、ここに。人形持ってるやん。どうしたん、徹子の部屋か、これ。黒柳徹子の部屋か。髪かけたぞ。これやって終わりにしましょうか。はい。何ですか、カウンセラーしてください。どうしたんですか、ん、なになになに、え、え、なになになに、どうしたんどうしたん、おーおーおー、椅子を近づけて。はいはい、カウンセリングの始まりですね。はい、もしもし。どうしたんですか、徹子さん。どうも、黒柳徹子さん。チャップでございます。ん、なんや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 。え、なに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 、怖い、怖い。おお、どうした急に。リンダ、退屈してたの。荷物を取りに戻ろうとしたら、あなたの姿が見て、早口やな。あれ、リンダ、ヤッホーみたいな。テンション高いな、おい。何のゲームする、怖い、怖い。かくれんぼとか、じゃんけんとか、ここ退屈なのよって。テンションやば。その人形持って、そのテンションやばいで。俺のテンション超えてきたな。やだ、あなたひどい顔してる。どうかした、いや、あなた、カラコン入れてるやん、それ。なんてね、いつも通り、おせっかい焼きのリンダちゃんやね。どうした、どうした。人のことばかり首を突っ込んで、急に嫌み言ってきたやん。え、あなたは誰、うん、あなたは誰、え、今決まってるじゃない、いやいや、友達の顔忘れちゃったの。あ、選択肢あんねや。嘘をつくな、キュートな顔して。え、本当にイラって、イラじゃない、本当だって決まってるでしょ。どうかしたの、ほー、怖いな。あ、スージーはもう紹介したっけ、ほらご挨拶は。スージーってこの子、スージー、こんにちはって。おー、怖え怖え怖え。あなたはイラじゃない、とりあえず否定しまくったろ。いやよ、私はイラになるの。どういうこと、え、シースーさんこれ、無理無理無理、そんな無理無理、大嫌い。俺も嫌いや。どうした、そんなにいなくなってほしいならそうする。あ、いなくなってくれんの、お、いなくなって、なになに、その、どうしたどうした、おーおー、浮いた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 。あ、殺すんちゃんこれ、バッドエンドこれ、やばい。あー、ブリッジ、ブリッジや、ブリッジや、やってもうた、これやってもうたんちゃうか、イラ、イラの首いらん、え、めっちゃいるみたいな、ダジャレやん、ミスった。あれ、これどうなん、これあかんやつちゃん、あかん匂いプンプンすんのこれ、大丈夫か。あ、鍵取った、屋敷の鍵、おっぺーん、あ、鍵開けへんようになった。まあでも、いけたみたいですね。なんか首持ってかれたような気がしたけど、多分まあ、
夢でしょ。はい。ということで、ちょっと長くなってるかもしれないけど、皆さん最後までお付き合いいただいてありがとうございました。はい。ということで、今回この辺で終わりにいたしましょう。皆さんご視聴ありがとうございました。では、バイバイ。